ている。僕は彼を知っている気がする。誰なんだ。僕はこの人を知らないはず。なんだ、彼から受ける生命の振動は。不思議な感覚だ。なぜだか落ち着くような。僕は君のことを知っている気がする。あなたから感じるこの感覚は何だろう。この包み込まれるような温かさは。この感じはディオ。ディオだ。君を見ているとなぜかディオを思い出す。ディオ。今ディオって言ったんですか。似ている。彼はもしかして。この戦いが終わったらディオという人物について教えてください。ディオだって。君とディオ一体どんな関係が。ディオは僕の父なんです。父親だって。つまり君はディオの息子。ディオ・ブランドーの父の話を聞かせてください。この人スタンド使いなのか。スタンド？何言ってんだこのガキは。怪我をしたくなかったら下がってください。僕は無駄なことはしたくない。このガキ、無駄かどうか今思い知らせてやるぜ。なんだこのしびれる感じは。スタンドじゃないのか。見えない何かにぶん殴られたぞ。どうなってやがんだ。だから言ったじゃないですか。ほら怪我を見せてください。手当てしてあげますから。僕の足を引っ張るなんて無駄なことはしないでくださいよ。誰が誰の足を引っ張るって、うん？年長者に生意気言うもんじゃねえぜ。このガキ役に立つんだろうなとあんたは思っている。こいつ想像以上にできるみたいだぜ。次にお前は、あなたも僕の予想をはるかに上回っていました。という、あなたも僕の予想をはるかに上回っていました。先ほどは失礼なことを言いました。あなたはできる人だったみたいですね。私はテキーラ酒を持ってまいりましたの。うるさいな。一人が好きなんだ。あっち行けよ。まあなんて失礼な人なの。こいつ、いや男だ。この人は。すいません、僕に話しかけないでください。まあ照れちゃって無法。こんなに美人なのに随分冷たい反応じゃないの。そう思ってるから不満なんです。同じ種類の人間だと思われたくないので僕はこれで失礼しますよ。何よ、私が味方だと不満なわけ。それで変装のつもりなんですね。すぐバレる変装なんてするだけ無駄だと思うんですが。バレるかどうかやってみなくちゃわかんねえだろうが。バイバイ、チャオ。疲れましたね。車で送りますよ。駅まで8000円でどうですか。気が利くやつじゃの。それじゃよろしく頼んだぞ。わしの財布、いつの間にか抜き取られている。追ってくるなんて考えないでよ。
たまげた、このわしをいきなり欺くとは。チャオ、ジョースターの人ですね、あなた。ディオの息子じゃと？ジョルノ・ジョバーナです、よろしくお願いします。あいつの息子とは数奇な運命じゃのう、ジョルノよ。誰が父かなんて関係ない、僕は正しいと信じる夢に向かって進むだけだ。その黄金の精神、お前は間違いなくジョースターの血を継ぐ人間じゃ。ディオの首から下はわしの祖父ジョナサン・ジョースター、つまりこの少年はわしの叔父。オーマイガーッ。この感覚、てめえジョースターの人間か。ジョースター、僕の名前はジョルノ・ジョバーナですが。ちょい待ちな、お前のその首にあるアザ、このアザのことを知っているんですか。間違いねえ、こいつと俺は同じ血を引いている。この戦いが終わったらディオという人物について教えてください。ああ、それは俺も同じだぜ。やはりてめえあいつの血を引いてやがったか。あなたはディオの父の何を知っているんですか。あいつの血を引いてるとは思えねえスタンド能力だぜ。戦ってみて、確かに僕もあなたに何かを感じている。あなた、空城城太郎さんですよね。ディオという男を殺したスタープラチナの城太郎さんですよね。大概のことには驚かねえつもりだったが、ディオの息子とはな。ただこの目で確かめたかっただけだ、父を殺したあなたのことを。君が塩花春乃か。あなたですね、光一君に僕のことを調べさせていたのは。想像以上の実力、光一君を手こずらせただけはあるな。そんなに僕のことが気になるのなら自分で来ればよかったんですよ。来たところで無駄だったみたいだけど。僕の名前はジョルノ・ジョバーナですよ、城太郎さん。これ以上黙っているわけにはいかないか、ディオとのことも。構いません、しかし教えてください、あなたと父の関係を。あなたが僕の父を殺した。知っているのなら話は早い。来い、ジョルノ・ジョバーナ。この日が来ることは覚悟していた。君の存在を知った時からな。あんた、いい人だ。顔は怖いけど、いい人だ。また僕のことを調べるつもりですか？いや、ここは手を組むぞ、ジョルノ。いい加減に教えてください。なぜあなたは、僕のことを調べるんです。悪かったな。ディオの息子としてしか、君のことを見ていなかったようだ。見つけたぞ、てめえ！俺の財布を返しやがれ！逃げ切ったと思ったのに、しつこいやつだな。やるってんならやってやるぜ。似ている、君のスタンドと僕のゴールドエクスペリエンス、とても似ている。お前のスタンド自分も直せんのかよ。いいなあ。おい、なんだこの財布、
12円しか入ってない。てめえにやるお小遣いはねえんだよ。君とならどんな相手でも勝てる気がする。俺もそう思ってたところだぜジョルノ。安心しろジョルノ、怪我しても俺が治してやっからよ。クレイジーダイヤモンド、頼もしい能力だな。じゃあ君の傷は僕が治そう、ジョウスケ。グレート、マジに助かるぜ。なぜだろう、ずっと前からの友人のように息がぴったりだった。気が合うな俺たち。てめえ、今私の財布取っただろ。しまった、気づかれた。こういうことするのもうやめときな、将来ろくな目に遭わないわよ。なんだ5ドルポッチか、これじゃピッツァも食べられないな。なんだかすっきりしないわ、こいつは敵だったの。彼女の首のあざ、写真の父にも僕の肩にも同じものがある。これは一体。妙な感覚だ、君とは初めて会うはずなのに。あんた、ただの他人って気がしないわ。まさかあなたもスタンド使い。見てればわかるわよ。行きますよジョリン、僕たちで敵を倒します。私に協力してくれるってことでいいのねジョルノ。もう終わり？やれやれって感じだわ。ぶちのめしてやった、私たちの勝ちね。ふう、無駄な戦いでしたね。スタンド使いの女の子ってどうしてこうもタフなんだ。あなたは倒すべき敵なのか、空城丈太郎。それは私に聞くことじゃないな。敵か味方かはお前が決めるんだな。やれやれ、その若さでギャングのボスとはな。ボスっていう呼び方はあまり好きではないんだ、ジョジョとそう呼んでください。行くぞ塩花春野、いやジョルノ・ジョバーナ。不思議だ、あなたと一緒にいると勇気が湧いてくる。後ろは任せるジョルノ。僕を信用するって言うんですか、ディオの息子を。はっきり分かったぜ、君がジョースターの人間だということがな。ジョータロウさん、信じた道を進むかジョルノ。あなたと一緒に戦えてよかったジョータロウさん。ああ、私もだ。ありがとう、ジョルノ・ジョバーナ。